山口ツーリング2日目の佐です。今私は島根県の益田市にいます。今からですね、日本海岸沿線を西に進んで、まずはですね、下関の方向に向かいます。はい、では行きましょう。はい、角島大橋まで156キロです。日がね、昇ってきました。太陽のね、光を背に受けながら走ってます。角島大橋をね、目指してるんですけれども、その前にね、2箇所ほど、ちょっとね、行きたいところがあります。最初のね、目的地はまず、その2つのうちの1つなんですが、スサホルンヘルスというね、断層に、行きます。ここからね、多分 4,50 分ぐらい、かかると思います。はい、山口県に、入ります。はい、入りました。山口県萩市です。Z125 Pro ではですね、初めての、山口県、訪問になります。天気の方なんですけれども、今日もね、雨が降ることはね、ないです。ただですね、ちょっと思ったより雲がね、多いですね。まあもちろん、青空はね、あるんですけれども、まあ意外とね、雲が多いかなという感じです。はい、山口県にね、来たなと感じるね、一つに、この黄色いね、ガードレールです。黄色のね、ガードレールは多分ね、山口だけだと思います。到着です。
はい、ではですね、次ここから4、5キロ先ぐらいになると思うんですけども、総合川橋梁という橋がね、ありますので、そこにね、行ってみたいと思います。はい、正面に見える橋梁ですね。もっとね、古いものかなと思ったら、割とね、新しそうな感じですね。でもね、立派なね、橋梁です。しょ、この辺がいいかな。はい、到着です。ではですね、次角島大橋の方に向かいたいと思います。はい、この山陰のね、191号線のこの辺りの道は最高ですね。もう景色はいいですし、交通量はね、少なくて、めちゃくちゃね、快走路です。まあ、ここはね、本当何度でもね、走りたい道です。昨日ずっと走ってた9号線はですね、まあ、海岸沿線の道なんですけれども、結構ね、海がね、見えるポイントは少なくて、この191号線の方がね、断然ね、景色がね、いいです。もしね、山陰の方にね、来られる場合は、この日本海岸沿線の191号線をね、私としてはね、おすすめします。萩反射炉というのがね、あったので急遽、寄ってみました。よいしょ。はい、今ですね、萩市の中心部をね、通過しています。反射炉を見たのはね、多分初めてなんですけれども、結構ね、やっぱ高さがね、ありますね。うん、ただね、かなりね、古いものでした。もうなんかね、結構朽ちてるようなところもありましたけど、まあ、ちょっとね、予定してなかったんですが、いいものがね、見れたなと思ってます。はい、角島大橋まであと15キロぐらいのところまで来ました。今日はですね、35リットルのリュックサックをね、ハードケースに固定するような形で来てるんですけれども、ちょっとね、三脚がね、なかなかね、扱いが難しくてですね、まあ、三脚を出すと、しまうのがね、ちょっと、ね、厄介なんですよね。まあ、一眼レフカメラとかですね、ハンディカムとか、まあ、いろいろね、詰め込んでるので、ちょっと長いね、三脚をこうしまうのがね、大変なんです。で、来月ですね、対馬のツーリングに行くときにちょっとね、工夫したいなと思ってます。まあ、三脚をね、上に乗せるようなね、形をしようかなと思ったんですけれども、まあ、そうするとね、まあ、三脚を使わない撮影の時に、三脚がね、邪魔ですよね。カメラだけを取り出したい時は三脚がちょっと邪魔ということになってしまうので、ちょっとね、今どうしようかなと考えているところです。まあ、リュックサックの横につけることができれば一番いいかなというふうにね、思うんですけれども、まあ、なんとかね、このツーリングの途中でね、いい方法がないかね。
ね、ちょっと考えてみたいと思います。はい、下関市に入りました。山口県の一番西の市、まあ、本州のね一番西の市ということになります。まあ、できればね下関の一番ね九州に近いところまで行きたいと思ってます。まあ、九州をね望むことがねできる場所で、ちょっとね折り返しができればいいかなと思ってます。はい、角島大橋にね到着しました。やっぱりね人気スポットですよね。すごくね人が多いです。ちょっとね撮影ポイントの方に行きます。